日日、本時間9月12日大谷翔平が所属するエンゼルスはワイルドカード3位のマリナーーズとの連戦がスタートフィル・ネビン監督によれば大谷は現実的にプレーする可能性があるという相手先発は後半戦絶好調のローガン・ギルバート過去の対戦成績は13打数3安打1本塁打1打点レギュラーシーズン終了後 FA となる見込みであるエンゼルスの大谷。 右肘の人体帯損傷さらに腹部の張りにも見舞われシーズン終盤に来て欠場となるゲームも増えている中オフの話題では現在も主役であることには変わりはないようだ米野球メディアクラッチポインツはオフに大谷獲得へ動くことが予想される5球団をランキング形式で紹介するトピックを配信した肘の故障を抱えている現在のコンディションや大谷が望むとする西海岸の球団 さらにプレーオフを狙えるチームという条件を踏まえ同メディアが独自に選出したランキングの5位として選ばれているのはカブストピックでは所属選手の総年俸が低く抑えられておりより多くの資金を投じる余裕があると指摘しているたシカゴにはチャンピオンシップを争える優秀な若い中心選手が揃っているコディ・ベリンジャーと再契約し大谷を獲得すればカブスは来季以降 ナリーグ最高のチームの一つに入ることができるだろうと綴っている4位にはマリナーズが上がったシアトルが1人の選手に5億ドルを費やすことを想像するのは難しいと評しながらも過去の日本人選手が多く在籍した点に触れ大谷であれば5億ドルを支払うことになっても不思議ではないと見解を示した続けて3位のメッツについては球団オーナーであるスティーブ・コーエンの熱意にフォーカス同メディアは 公園はどんな犠牲を払っっててでも勝ちたいと思っており優勝の可能性を高めるためにはいかなる費用も惜しまないと見通しており多くの主力選手を放出するなどチームが再建中であることにも言及しながら公園とメッツが大谷獲得に傍観者として黙って座っていると実際に信じている野球関係者はほとんどいないと主張している上位2チームのうちの一つにはドジャースが入った。 ここでも大谷獲得への資金に余裕があると指摘するほかムーキー・ベッツとフレディ・フリーマンに並ぶスラッガーが必要と説いており大谷を加えればドジャースのスター選手から大きな負担が取り除かれ優勝を狙えるラインアップを形成できるとさらなる打線強化を主な理由の一つに挙げたそして1位として記されているのはジャイアンツだ同メディアは2010年以降 MLB 最多となる3度のワールドシリーズ優勝を誇るジャイアンツは明らかに大谷に優勝争いをさせることができる組織とチーム力の高さを強調加えて大谷の希望額に見合う用意があることは間違いないとしサンフランシスコは大谷の FA に関しておそらく最も重要であるスーパースターの獲得に絶対的な自信を持っていると綴っているジャイアンツの地元ジャイアンツ」の地元紙サンフランシスコクロニクルは 大谷に球団から提示できる利点を2つ紹介しているジャイアンツは現在ナ・ディーグ西地区で2位タイ首位のドジャースには14.5ゲーム差をつけられているフィリーズやカブス同地区のダイヤモンドバックスとワイルドカード枠を争っている状況だ記事ではまず大谷の怪我による争奪戦への影響を全くないと結論付けている仮に獲得に至った場合は ジャイアンツの最高の打者になるだろうし、2025年にまた投げることができたら最高の投手になるだろうとした。さらにバリーボンズ以来の最高の人気者になり、オラクルパークを毎晩満員にするだろうとしている。ジャイアンツが大谷を獲得するには2つの要素が必要だという。ジャイアンツが魅力的なチームだと示し、相応のお金を提示しなければならない。 その上で獲得資金についてはあると断言。問題はチームに名声があるかどうかだとした。もしプレーオフ進出を逃せば、ここが彼のキャリアを再スタートさせるべき場所だと大谷を説得することはできないとしている。その上でジャイアンツは大谷にアピールできる利点が2つあるとしている。1つはゲーブ・キャプラー監督、元巨人が投手を大事にする傾向にあること。 投手をなぜそんなに早く交代させるのかと問われると投手の健康の方がゲームの結果よりも大切だと答えるほどだというまたメディカル部門の信頼性も高いといいジャイアンツのプレゼンテーションとしては「大谷が健康でいられるようにベストを尽くす」と保証することだこれは来年夏に30歳になる彼にとっては重要なことだと勧めているそれには 救援投手として大谷の負担を軽減させることにもオープンであるべきださらに外野手や一塁手も視野に入れるべきだと現在とは異なる起用法を取ることも考えなければならないとしているさらに彼を引きつけるもう一つの条件は大谷の契約に2年のオプトアウト選手側からの契約吐き条項を入れてもし腕の状態が戻り 彼が望めば FA に戻れるようにすることだと続けた記事は「ジャイアンツはもしドジャースや他のチームが2度人体を損傷した選手にかけるのを恐れ過剰な入札に参加しないと決定すれば幸運をつかむことができるかもしれない」と「契約金額次第では決してノーチャンスではない」としているベースポーツ専門メディア「ジガスレチック」では過去にレッツとナショナルズで GM を務め 現在同メディアでアナリストなどを務めるジム・ボウデン氏が大谷の契約を占ったボウデン氏は大谷の去就については未知の部分も多い投田総合的に見ると球界最高のプレイヤーがそのプロセスにどのように臨むかは不透明だ特に右肘の怪我を考慮すると各球団が彼をどのように評価するかについては議論が続いていると分析するそんな中でも確かなこととして大谷の FA は騒ぎとなり 野球史上最も注目される FA になるだろうということだと注目今後の展開について12人を超える球団幹部に匿名を約束に話を聞いたという右肘のの故障は影響を与えるのか幹部たちの反応は様々だったそうで何人かは彼の契約はアーロン・ジャッジがヤンキースと結んだ3億6,000万ドル約529億円を超える額でスタートし 大谷がエンゼルスの時と同じレベルの投手に戻れることができると考えられる場合は出来高などを含めると総額5億ドル約734億円から6億ドル約880億円ほどに達する可能性があるとの意見があったまたより大きな市場の球団の幹部数人は大谷の特別な才能と唯一無二な存在であることを考慮してたとえ以前の投球パフォーマンスを再現できなかったとしても 彼を獲得するためには5億ドルは必要だろうという見解を示した大谷がこの冬の市場でダントツの FA でありメジャーリーグの顔であり世界にアピールできるスターとして新たな球団に大きな経済的利益をもたらす可能性について彼らは言及したそれに加え大谷が怪我から完全に回復できる見込みもあるとしたといった声もある大谷に近い関係者の話として西海岸を好むが 地理的なことよりも優勝の可能性を重視するだろうと見ていて最大の舞台の中心に立つことを望んでいるつまり毎年ハロウィンの日にプレーしワールドシリーズのチャンピオンとしてホワイトハウスを何度も訪問するそれが彼の目標だしたがって大谷のエンゼルスでの時間は終わりに近づいている今彼はそれを公言するつもりはないだろうしかしエンゼルスでの時間は終わりを告げるのだと結論付けた 大谷が MLB 史上最高額を手にする選手となりこの球界初の5億ドルの契約を結ぶだろうと確信するボウデン氏彼はあまりにも優れた選手でありあまりにも大きなブランドでありあまりにも価値がある私は肘の怪我のあとでも彼はそうであると信じている大谷は大金を得るだろうと自信は揺らがなかった9月10日日本時間11日「USA トゥデ y のボブナイチンゲール記者はマイク・トラウトが移籍を希望する場合エンゼルスはトレードを容認する姿勢だと報じたエンゼルスは8月31日にウェーバーで主力を大量放出したコンオフ FA になる選手たちの放出は自然な流れではあったが9月2日にはトラウトがオフシーズンにエンゼルス首脳陣と話し合いの場を持ちたいという意向を示していた 今後ののチーム方針を確認するるための話し合いだと予想されるがトラウトの放出は容易ではない2019年シーズン開幕前に12年4億2650万ドルという巨額契約を結んだトラウトには全球団に対するトレード拒否権がありエンゼルス側が放出を望んだとしてもトラウト本人がうなずかない限りトレードが実現しないからだ またトトトラウトのトレード価値も以前と比べてて低下している2012年から2020年までの9シーズン連続で MVP 投票5位以内そして3度の MVP を受賞するなど MLB 最高の選手として活躍してきたトラウトだが直近3シーズンは合計237試合の出場にとどまっており規定打席にも到達できていない全盛期と比較すると怪我での長期離脱が増えており 今期も7月3日のパドレス戦で有効骨骨折し長期離脱8月22日に復帰したものの1試合に出場しただけでまた故障者リストに戻った健康な状態で試合に出れば今でもリーグ有数の打撃力を発揮することができるが故障の多さゆえに巨額の契約に見合うほどの活躍とは言えなくなってきているトレード価値は選手のパフォーマンスと契約の金額に応じて判断されるもので 来期から7年2億4,815万ドルもの契約が残っていることがネックだこういった高額契約選手を放出する場合放出球団はある程度年俸を負担する必要がある近年起こった代表的な例は現在カージナルスに所属するノーランアレなどだ。2019年シーズン開幕前アレなどは当時所属していたロッキーズと8年2億6,000万ドルという巨額契約を結んだ しかし、チーム事情とアレなど本人の希望もあり、2021年シーズン開幕前にカージナルスへのトレードが実現。その際、ロッキーズは5人の選手を見返りに獲得したが、残るアレなどの契約のうち5100万ドルを負担する形になった。今回トラウトを放出するのであれば、 あれなどの時のロッキーズのようにエンゼルスも残りの契約のうち数千万ドルから1億ドル以上を負担する必要が出てくるだろうまたその金額はどういう若手有望株を見返りで欲しいかによって変動する今夏のトレード期限でメッツはマックス・シャーザーとジャスティン・バーランダーの2人の選手を放出したいずれも MLB 最高年俸を誇る投手だったが メッツは彼らの残り年俸のうち半分以上を負担その代わりに MLB 公式の有望株ランキングでトップ100にランクインするほどの若手有望株の獲得に成功これは豊富な資金力を誇るメッツならではのやり方だったがエンゼルスもトラウトの見返りとして評価の高い若手有望株を得たいのであれば多額の年俸負担をしなければいけないかもしれないまた トラウトの放出はすなわちエンゼルスが完全な再建期へと向かうことを意味する MLB の球団が再建期に入る際は主力選手の多くを放出し見返りに若手選手を獲得再び勝負する時まで地区海に沈みながらも若手の成長を見守る時期が続くのだ毎年補強を繰り返してきて結果が出てこなかったエンゼルスだが 大谷が FA になるタイミングで再建機に入るのであれば理にかなっている。もしトラウトの放出が現実的なものになるのであれば、優勝を狙える球団で戦いたい大谷との再契約も難しくなるだろう。エンゼルスの未来についても、大谷の残留の可能性についても、鍵を握るのはトラウトの動向になるのかもしれない。